天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。大阪湾に混乱をもたらし、織田信長の思想を確かめ満足した風魔は帰国した。やがて風魔の見立て通り、信長は天下を手にすることなく本能寺の変に倒れる。その後、豊臣秀吉が天下統一に王手をかける。風魔は天下に混沈をもたらすべく北条徳川軍を率い、秀吉の大阪城を攻撃。そして座京に、どちらが先に秀吉を討つか、徳川の忍び服部半蔵と競うことにした。天下人を葬る乱に屈辱、良き座京よ。第三、大阪城攻略戦、やがて混沌が支配する。敵将、討ち取ったり。
城を壊し尽くしてやる。クーマの余計、この一族の野望を背負って、今日この日、クーマの野望は現実となるのか。やったな、兄者。押し剣で入れた。拙者を討ち取った。わしの若い頃を思い出すの。いざ尋常に勝負。